北海道。東京オリンピックや甲子園が無事に開催され、盛り上がりを見せた2021年でしたが、その暑い夏の裏で、高校生たちが熱い戦いを繰り広げていました。そこで今回は北海道の高校陸上界の2021年の総括をしていきたいと思います。間違いがあるかとは思いますが、温かい目でご覧ください。県総体。6月15日から4日間かけて行われた第74回北海道高等学校陸上競技選手権大会。今年は室蘭市の入江運動公園で開催されました。では早速総合順位を見ていきましょう。優勝したのは北海道栄で92ポイント獲得。それに続いたのが旭川大学高校、東海大学札幌になりました。女子は王者の立命館慶尚が84ポイントで優勝、それに北海高校、私立函館が続きました。試合の状況は過去に動画を上げてますので概要欄からご確認ください。全国総体。今年のインターハイは桐生選手が日本人初の9秒台をマークした場所、福井県の 9.98 スタジアムで行われました。今年はコロナの影響で一部強豪校で出場辞退が出るなど波乱を呼びました。そんな全国総体での北海道勢の活躍を見ていきましょう。こちらがインターハイで入賞した選手たちです。去年も動画で紹介した400ハードルの殿山選手をはじめ、110ハードルの広富選手や混成の山崎選手は2年生トップの成績を残しました。また女子は小野寺選手が 200m で2位に入るなど大健闘を見せました。このように個人からリレー種目まで大健闘を見せた北海道勢でしたが、来年も有力2年生がいるため今後の活躍が楽しみです。県駅伝。県総体の熱気がまだ帯び続ける中開催された北海道高校駅伝大会。本大会は北斗市で開催され、事前予想ではインターハイの 5000m で13分35秒という驚異的な大会記録を叩き出したキンヤン・パトリックを擁する札幌山の手。女子は近年絶対王者として北海道を牛耳ってる旭川龍谷が大方の予想でした。結果は男子が札幌山の手が3連覇、しかし2位3位の東海大学札幌や北海道栄も1位と1分以内と善戦しました。女子は旭川龍谷が2位と6分もの大差をつけ10連覇を達成。全国駅伝。冬の風物詩となった全国高校駅伝大会。今年も例年同様、京都都宇治で12月26日に開催されました。ここではそんな全国高校駅伝の北海道勢の活躍を見ていきましょう。こちらが北海道勢の順位です。男子は札幌山の手が37位、女子は旭川龍谷が13位になりました。札幌山の手は3区の留学生のパトリックが区間5位の走りを見せ、16人抜きという異次元の走りを見せました。旭川龍谷は5人中3人が1年生と非常に若いチームながら、チーム全員が10位圏内で区間を走っており、来年も期待なチームです。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また2022年の陸上界も期待しましょう。